常駐アプリケーションというものもあります。でバックグラウンドアプリとの違いとしてはですね、まあ、バックグラウンドアプリというのはその名前の通りですね、そのパソコンが、ね、動いているその裏側で、ね、見えにくい部分で動いているアプリで、この常駐アプリケーションというのはですね、パソコンの起動と同時にですね、このアプリの方も起動してですね、一緒に動いているというものになります。でこの使っていない常駐アプリケーションを無効化することによってもですね、 Windows 10の動作を高速化する可能性がありますので、その設定方法をご紹介します。それではまずはこのタスクバーの、ね、何もないところでマウスを右クリックしてもらって、でこの右クリックメニューの中のこのタスクマネージャーというところですね、こちらを選択をします。はい、そうするとこのタスクマネージャーのウィンドウが立ち上がってきますので、この上のですねスタートアップというタブのところですね、こちらを選択をしてください。はい、そうするとですね、ここにご自身のパソコンの中に入っている常駐アプリケーションの一覧が出てきますので、この中で今この状態のところが有効ってなっているものですね、こちらがですねパソコンの